河合や指風地地区は、都市計画法に基づき設置された、横浜市朝引区、今宿、優し町、上河合町、下河合町、今宿南町、今宿町、金型谷、金型谷二丁目、西役瀬屋町、三橋町、東の台の503ヘクタールに及ぶ地域である。樹林地や畑の緑豊かな風地景観が残る。 地域と良好な住宅地を含む地域で構成されている。横浜市風地築条例により開発の制限がされている。標高60から100メートルほどの多摩丘陵と相模屋台地の境に位置し、八指市民の森、追い分け市民の森、聖谷市民の森ほどが谷カントリークラブがある。また、横浜港に注ぐ、片平川、優し川の源流があり、 宿には多くの水田や畑があり、農業専用地域に指定されている場所もある。国道16号ほどがやバイパスと中原街道が通っていて、地区内に上川井インターチェンジと下川井インターチェンジがあるため交通の便は良いが、米軍情勢や通信施設が近くにあり電波、障害防止地域に指定されたため開発が遅れ、このような自然が今でも残っていて、 貴重な動植物が数多く残っている。平成24年には、荒地阿弥ヶ佐草という中米原産で、東大草科の野草が日本で初めて確認され、相模原市立博物館に展示されている。三津橋は、西亜区で最も栄えている地域で、西約警察署、西亜区役所などがあり、相鉄本線、厚木街道が通っている。玉丘陵の起伏に富み、 平地がほとんどなく坂に住宅が並んでいる。二股川駅から、伊調東海で並木が続いている。東急不動産により、厚木市の毛利台などと同じ頃に、果樹園や丘陵地が開発された。金が谷の下川井方面に上がる坂は、雪が降ると凍結することが多く、積雪時は、旭高校入口行きのバスは、金が谷で折り返すことがある。 ほどがやバイパスによって今宿波町と分けられており、ほどがやバイパスのトンネルをくぐると、二股川東急ニュータウンの住宅地から農地へとか、わる、風地地区の手引き、ありがとうございます。